電流を1時間流すことで移動する電荷の量と定義され3600クーロンに等しい。アンペア時は電気メッキや電池の容量などの電気化学に関連した測定において多用される単位である。電池を構成する材料の費用量は通常ミリアンペア h g で表される。ミリアンペア時の形で使われることが多いが、これは1000分の1アンペア時。 3.6クーロンに等しい。ミリアンペア秒は、X 線撮影、画像診断、放射線量法において使われる単位である。この量は、特定の電圧で操作される所定の X 線管で、発生される全 X 線エネルギーに比例する。X 線管の電流に従い加える時間を変える、ことで、同じ線量にすることができる。ファラデー定数は、 1>, 1モルの電子が持つ電荷と定義され、約26.8アンペア時に等しい。ファラデー定数は電子化学の計算に用いられる。アンペア時は、ジュールやワット時のようなエネルギーの単位でない。一般的に電池がどれぐらい持続するかを表す評価である。例えば電池では供給されるエネルギーの正確な計算には、電池の電荷がすべて放電される間に供給される。 電力を積分する必要がある。通常、電池の電圧は一定ではなく、放電中に変化する。平均電圧や交渉電圧は電力の積分に近い値が用いられる。ありがとうございます。